こんにちは、チョメです。パンプキンジョニー物語やっていきます。次は誰だ？パート4分の3からです。魔法薬学の教室に来たらバーナビーが倒れてました。早速やっていきましょう。そんな、バーナビー、穴が開いてるかぼちゃに、バーナビー、大丈夫か？目を覚ましてくれ。ん？パンプキンジョニー、僕を笑いに来たのか？懲らしめてやる。違うよ、バーナビー、僕だよ。フィギーにしたことを後悔させてやる。前が見えてないからか。え、決闘すんの？マジかよ。うわぁ。しかもめちゃめちゃ近いぞ、距離が。バーナビーを落ち着かせないと、このままじゃ教室がめちゃくちゃになっちゃう。8時間星5個で合格。バーナビーを止める。バーナビーは今、気が動転してるどころじゃない。僕はパンプキンジョニーじゃないよ。声でわかんないのかな？今のは当たるところだった。よくもペギーを襲ったな。これを喰らえ。僕を襲ったことを後悔させてやる。後ろからは卑怯だぞ。喰らえ、パンプキンジョニー。バーナビーやめるんだ。今のはベゾアール医師の入った瓶に当たりそうだった。貴重な材料が台無しになったらスネープ先生に怒られる。運よく呪文をブロックできた。僕はそもそもパンプキンなんてそんなに好きじゃないんだ。バーナビー、僕だ。僕たちは友達じゃないか。バーナビーを落ち着かせないと。これじゃあ8時間、星5個集めておきます。はい。星5個、合格、ゲット。さ、ざまーみろ、パンプキンジョニー。ごめん、バーナビー。ペトリ、ヒカス、トタルスを唱えます。ペトリ、ヒカス、トタルス。バーナビー、僕だ。君の友達のチョメだよ。チョメ、お前か。いつ来たんだ。ついさっきまでパンプキンジョニーがいたんだけど、見なかったか。君の様子を見に来たんだけど、どうやら手遅れみたいだな。さっきかけた呪文を解くからじっとしておいてくれ。すごく嫌な思いをしたんだ、チョメ。ここに来た途端、誰かが背後にいるような感じがした。振り返ると、パンプキンジョニーがいたんだ。シワシワで傷ついたパンプキン頭だったよ。杖を構えて僕にパンプキン頭の呪いをかけてきた。きっと僕はその時に倒れて頭を打ったんだろうな。頭を打った？大丈夫か？うん、僕は大丈夫だよ、チョメ。このパンプキンが衝撃を吸収してくれたと思う。さっきはお前に飛びかかろうとして悪かったな。来てくれてありがとう。そんなことは気にしなくてもいいよ。とにかく無事でよかった。特に怪我したわけじゃないけど、とりあえず病棟に行った方がいいだろうな。このパンプキンを取ってほしい。それにこの呪文書をペギーに持って行ってあげないと。うん、それがいいよ。あと、こんな目にあったからパンプキンパーティーに行きたいと思えなくなったよ。いや、君を責めたりしないけど、行くべきだよ、ほんと。いや、行くべきだよ。ハロウィンの目玉イベントなんだから。パンプキンジョニーが問題を起こしてるっていうのに、ハロウィンのイベントどころじゃないよ。このままじゃパンプキンジョニーのせいでハロウィンのお祝い自体が取りやめにならない。まだ終わりじゃないよ、バーナビー。ハロウィンをお祝いするチャンスはまだある。君とペギーが療養してる間、僕は他の皆と中庭に集まって話し合うよ。この真相を突き止めるために本腰を入れるぞ。友達と会おう。他にも怪我人が出る前にパンプキンジョニーを止めないと。パンプキンジョニーが森の近くで目撃されたって聞いたか？次にパンプキン頭にされるのが自分だったらどうしよう。っていうか、パンプキンジョニーってどういう名前だよ。そのままじゃないのかな？バーナビーがようやく僕に気づいた後、パンプキンを取るために病棟まで誘導することができたんだ。これで二人襲われたことになるわね。しかも聞いた？学校のあちこちでパンプキンジョニーの噂が絶えないの。目撃したって人も増えてる。先生たちでさえ不安な顔をしてるよ。もうパンプキンジョニーが実在してて危険な存在だっていうのは疑いようがないね。そうとも限らないわ、ベン。これが手の込んだいたずらだって可能性はまだある。ペギーを見つけた後、トンクスに僕がこの状況をどう思ってるのか聞かれたら、から何かが僕たちを狙ってるかもしれないって答えたんだ。ええ、それだけは間違いないわね、チョメゲームズ。これが本当に起こっていることでも、誰かのいたずらでも、パンプキンジョニーはこのまま引き下がってくれない。今はもっと情報を集めることに集中しよう。手分けして複数の手がかりを一度に追うんだ。そうだね、その方が時間を短縮できる。
まずはパンプキンジョニーが本当にいる前提で考えよう。彼の目的は一体何なのかな。ヒルチさんが見つけたメモにはパンプキンジョニーが思い知らせてやるって書かれてた。一体どういうことなのかはまだわからない。それじゃあそれがどういうことなのか突き止めよう。僕たちが呪いにかけられているならそれしか呪いを破る方法はないかもしれない。次はパンプキンジョニーが手の込んだいたずらだって可能性を考えよう。もしそれがいたずらなら一体誰の仕業なんだ。計画を実行するには小道具の調達力、時間、意欲がいる。誰にでも簡単にできることじゃない。私に言わせればメルーラが犯人として一番目ぼしいわ。こんなひねくれたことを考えるのは彼女くらいよ。何してるのメルーラ。悪いけど今僕たちは取り込み中なんだ。あっちに行ってくれないかな。どこにいようが私の勝手でしょコッパー。というか私はチョメに話があってきたのよ。でもあんたたちにも言わなきゃいけないことなのかもね。実は謝りに来たの。ハグリッドの庭であの儀式をやるべきじゃなかったわ。君がメルーラスナイドが自分から謝りに来たのか。信じられないのは分かってるわ。でも気持ちの変化があったの。それから昨日の夜すごい悪夢を見たのよ。パンプキンジョニーのね。あいつが何者かは知らないけど今度は私を餌にするつもりよ。だからあんたたちがやってることに私も加えてほしいの。いやまあ一緒に考えよっか。いいよそれじゃあ一緒に考えよう。ちょっと甘いかもしれないけど。分かってくれてありがとうゲームズ。もう本当に懲りたわ。パンプキンはすごく怖い。その悪夢を見たのなら余計にね。これから何が起こるにせよ不気味な作り話じゃ済まされないわ。分かった。次はどうするのか話し合うから君も加わっていいよ。君の意見も聞かせてほしい。よしそれじゃあどうするか話すぞ。これタップできんのかな。光ってるやつ違うか。これは違いました。申し訳ない。3時間星5個で合格。作戦を立てる。歌うパンプキンなんて怪しいとしか思えないわ。これがただの作り話だって化石図をやっぱり捨てきれないわ。パンプキンジョニーが何を学べようすにしても調べないとダメね。僕はパンプキンジョニーが本当にいるって仮説を調べるよ。私も加えてくれてありがとう。あんな態度を取った後なのに。いろんな仮説が出てるからそれぞれについて調べる必要がありそうだな。手分けして複数の手がかりを同時に調べよう。このダグバーとピップスって人についてもっと調べる必要があると思うわ。いたずらっ子の中では今日は特に嬉しそうにしてる人がいないか聞いてみる。何が起こるにせよがっかりさせるようなことはしないって約束するわ。私は個人的に別の仮説を立ててるからそれを調べてるわ。本当にパンプキンジョニーが実在するならその生徒について学校に記録が残ってるはずだ。はい、星5個。カエルチョコのボーナスもゲットできました。決まりだな。手分けして複数の角度から同時に調査を行おう。ベン、君はパンプキンジョニーが本当にいる前提で調査してくれ。うん、すぐに図書館に行ってジョニーって名前の生徒について何か情報が見つからないか調べてみるよ。学校の記録を見れば何か見つかるはずだ。パンプキンジョニーが何を分からせようとしているのかも気になる。チューリップ、君はこれが作り話だって角度から調査してくれ。誰が黒幕なのか、どうやって実行しているのか突き止めてほしい。これだけの規模のいたずらだもの、協力したいっていう人には何人か心当たりがあるわ。いろいろ聞き込みしてみるわね。トンクス、君は君で考えていることがあるんだよな。このダグバード・ピップスって人が信用できる人なのか調べてくれ。メルーラと僕は魔法薬学の教室と他の場所に戻って手がかりを見落としてないか調べてくるよ。それから先生と話すことがあったら僕たちが何をやってるのか報告しておいてくれ。信じてくれないだろうけど。いい計画だと思うわ、チョメゲームズ。さあ調査を始めましょう。ゲームズ、魔法薬学の教室に行く前にちょっとお願いしたいことがあるの。私の大好きな幽銀詩人ビードルの物語を決闘の部屋に置いてきちゃったのよ。早く取りに行きたいんだけど一人で行くのは嫌なの。一緒に来てほしいのか。ええ、あんたが良ければだけど。いいよ、もう懲りたって言ってるし、この事件を一緒に調べてくれるんだもんな。ええ、さあ早く行って早く調査を始めましょうゲームズ。なんか決闘の部屋っていうのが怖いね。戦うのかな。メルーラについていく決闘の部屋に行く前にちょっとやっておかなきゃいけないことがあるの。ここでね、3時間待ちになりました。決闘の部屋に入ってきたら本が落ちてますね。私の本があったわ。なんかしおりみたいなのが挟んであるよ。
一緒に来てくれてありがとうゲームズ。まさかこの私がパンプキンを怖がるなんて思ってもいなかったわ。このパンプキンジョニーの一件は魔法戦士の毛の生えた心臓よりも不気味だわ。銀融詩人ビードルの物語を見つけられてよかったよメルーラ。さあ早く行こう。三人兄弟の物語みたいに理解できないものはそっとしておくべきなのね。あら、私の本のページにメモが挟まってるわ。メモ？なんて書いてあるんだ？次はお前だとかじゃないの？次はチョメとメルーラだって書かれてるわ。どうしたんだ？メルーラ？後ろ。怖っ。すっごいカボチャがリアルだ。わあ、やられちゃ、わあ、やられちゃった。すごいね。一瞬にしてやられちゃったよ。え、ここはどこだ？きっとパンプキン頭の呪いをかけられたんだな。メルーラも呪いをかけられたのか、ほとんど何も聞こえない。助けを呼ぶために出口を探さなきゃ。あ、こんな感じでやるのか。8時間星5個で合格。逃げろ。右にスライドさせると柱とかがいろいろありました。この柱みたいにしっかりしなきゃ。いや、柱見えてるじゃん。メルーラがパンプキンの中で叫び散らしてるんだろうな。メルーラも僕と一緒でこっから出られないんだろうな。メルーラはきっとこの本を取り戻したいと思ってるんだろうな。だからバーナビーも相当怖かったんだね。あ、これは剣だ。歯が鋭くなくてよかった。左の方とかに行きます。お、なんか光ってる。これは黒板だ。なるほど。壁沿いに移動すれば出口が見つかるかもしれない。これはメルーラ？これはメルーラか？これは多分メルーラの銀融詩人ビードル物語だな。部屋の中に並んでる柱を見つけられてよかった。まあ、この黒板に何が書かれてるのか読めたのは仕方がないか。上はタップできる。決闘のバッジは部屋のどっち側に置かれてるんだっけ？決闘のバッジ。この入り組んだ金属細工は間違いない。鎧だこれ。これはきっと鎧だな。だけど、どれだろう？この部屋には鎧がたくさんある。よし、壁を見つけたぞ。はい、コインをゲットします。多分、これが出口だ。チョメゲームズ、あなたなの？パンプキン頭にされちゃってるわ。大丈夫よ。すぐに自由にしてあげられるから。え、メルーラも？彼女はやっぱり何も知らなかったのね、チョメゲームズ。さあ、チョメゲームズ、そのパンプキンを取るために、あなたとメルーラを病棟まで連れて行ってあげるわ。新しい情報を聞く、あなたがパンプキン頭にされている間に何が起こったのか話しましょう。こんな感じ。チューリップの声聞こえてるのかな、私。聞こえてない気がするんだけどね。怖いね、これ。すごく。病棟に入ってきました。チョメゲームズ、ちゃんと生きてるわね。別に命が危なかったわけじゃないよ、チューリップ。だけど、パンプキンが取れてほっとした。あなたとメルーラが同時に襲われてなんて信じられないわ。何があったの？パンプキンジョニーが現れたの？うん、すごく怖かったよ。あのまま決闘の部屋から出られないかもしれないってちょっと思った。君が助けに来てくれて本当によかったよ、チューリップ。あなたはすでに部屋から自力で出てきたわ。私はただ、決闘の部屋の戸口にいたあなたに気づいただけ。とにかく、これでメルーラは容疑者から外れたことになるわね。言うまでもなく、メルーラと僕は何の手がかりも見つけられなかったよ。君たちの方はどうだ？私たちもいろいろ調べてみたんだけど、何もわからなかったのか？特に焼け立ちそうな情報は見つからなかったわ。あなたがパンプキン頭にされてから起こったことを説明するわね。3時間星5個で合格。最新情報について聞く。メルーラまでパンプキン頭にされたのなら、これは作り話じゃないかもしれないわ。ハグリッドの話にあった学ばせるってところをずっと考えてるんだ。僕たちがやってることをマダムピンスに伝えようとしたんだけど、強いて言われた。他のいたずらっ子にも聞いてみたけど、誰もパンプキンジョニーについて知らなかった。図書館で調べたけど、パンプキンジョニーに関することは全く見つからなかったよ。結局彼女はパンプキンジョニーの事件の黒幕じゃなかったんだな。バーナビーと私は順調に回復してるわよ、チョメ。
少なくとももう悪夢は見てないよ。パンプキン頭にされたのによくすやすや眠れるな。ダグバード、ピップスが裏で糸を引いてるんじゃないかって仮説を立ててるの。僕たちは一人残らずパンプキン頭にされるんだろうな。学校の勉強にちゃんとついていけてるの？よかった。パンプキンジョギーがパンプキン人間だったとしたら考えてみてよ。星5個、合格。つまり、こういうことか。ペン、君はジョギーって名前の生徒が禁じられた森で迷ったことを証明するのも何も見つけられなかった。うん、学校の記録にはパンプキンジョギーっぽい話は全く記載されてなかった。でもホグワーツはすごく歴史の古い学校だから、中には記録されてないこともあるかもしれない。とにかく調べてくれてありがとう。僕は今でもパンプキンジョギーは本当にいて、それを僕たちが呼び出してしまったと思ってる。ペギーもバーナビーも。あと、ハグリッドの話にあった学ばせるってところをずっと考えてるんだけど。ちょっと待ってベン。次は私の報告をさせて。学校のあちこちに行って、こういういたずらをやりたい人に聞いて回ったんだけど、誰も知らなかったわ。メルーラまでパンプキン頭にされちゃったし、これは作り話じゃないかもしれない。私にも報告させて。私はダグバード・ピップスって人に調べてたでしょ。うん、ダンブルドア先生が集会で名前を出した人だよな。ハグリッドのパンプキンがぐちゃぐちゃにされた後、その人が代わりにパンプキンを提供していることになったって。実はタグバートはパンプキン業界では大物なの。そしてホグワーツは取引相手とは申し分ない。ホグワーツと取引したいがためにハグリッドのパンプキンをぐちゃぐちゃにしてパンプキン人間を作った。ちょっと待ってくれよトンクス、パンプキン人間だって。ミスターピップスはパンプキンに魔法をかけて歌わせたり吐きかきからせたりすることで有名よ。パンプキンジョギーが彼の最新版ではおかしくないわ。確かに面白い仮説だな。みんないろいろ調べてくれてありがとう。この事件のことをどう思ってるのチョメ。どの仮説が一番近いと思う？いや、これはね、私たちが呼び出したから一番左じゃないかな。メルラがあの儀式をやった時にパンプキンジョギーが呼び出されたって仮説。呪いなのかポルターガイストなのか生物なのかはわからない。だけど何にせよ本当にいることは否めない。ペギーもバーナビーも僕と君と同意見だよチョメ。他にもう一つ言っておきたいことがあるの、チャムゲームズ。あなたがパンプキン頭にされてから、パンプキンジョギーの目撃回数が増えてるのよ。どの人も禁じられた森のそばで目撃したそうよ。そうか、それじゃあ次はそこに行く必要があるってことだな。何があっても僕はパンプキンジョギーを止めるまで諦めないぞ。はい、これでね、パート3を完了しました、ゲット。次回パート4やっていきます。森を調べるジョギーがまた襲撃する前に、待ち時間とかは特になかったです。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。